ハロー YouTube、 どうもマサラです。今回は先日香港で開催されたイベントにて発表されたリーゴーの最新スマートフォン S10 をご紹介します。リーゴーというと現在 Amazon でもいくつかのモデルが購入できるようになっているんですが、1万円台で購入モデルが多くて、どちらかというと格安スマホのイメージが強いと思います。またサムスンの Galaxy シリーズのように有名なスマホのデザインを積極的に取り入れるメーカーでもあります。今回リーゴーが発表した S10 というモデルも、ファーウェイの新型フラグシップ P20 Pro のデザインを取り入れた製品となっています。最大の特徴は背面のメインカメラで、ファーウェイの P20 Pro と同じくトリプルレンズになっています。またこれらのカメラは人工知能の技術を使って動作するとのことです。その他スペックはまだ未確定な部分もありますが、現在判明しているリーゴー S10 のスペックとしては次の通りです。CPU は具体的な型番は発表されていませんが、2GB のクワッドコア、RAM は 6GB または 8GB、ROM は 128GB または 256GB、ディスプレイは 6.0 インチで、解像度は 1512×720 ドット。なお、このディスプレイも Huawei の P10 Pro と同じく、ディスプレイの上部にノッチがついたタイプとなっています。カメラは背面のアウトカメラがトリプルレンズとなっていて、2400万画素、1600万画素、800万画素の組み合わせです。前面のインカメラは1600万画素のシングルレンズ。バッテリー容量は発表されていませんが、ワイヤレス充電に対応するという噂もあります。そして OS は Android 8.0 です。その他の特徴としては、USB 端子は Type-C、そして指紋センサーはディスプレイの中に埋め込まれているタイプとなっています。Huawei の P20 Pro の場合、指紋センサーはディスプレイの下の方に搭載されていましたが、この S10 の場合はディスプレイの中に搭載されています。認識スピードや精度は Huawei の P20 Pro のように専用の指紋センサーを搭載したモデルと比べると劣るかもしれませんが、この S10 の方が技術的には新しいものを搭載していることになります。気になるのは価格ですが、こちらもまだ正式には発表されていません。ディスプレイの解像度を 1512×720 ドットとかなり低めに設定していることを考えると、価格はかなり安い製品になるのではないかと思います。冒頭でもご紹介しましたが、リーゴーのスマートフォンは現在 Amazon でもいくつか販売されています。今回ご紹介したリーゴー S10 の販売が Amazon でスタートしましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。